はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で GO ファイナルやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。一回ちょっとマイクオフにして、はい、じゃあやっていきます。簡単だ。久しぶりにファイナルやるんだよな。ドア始まります。ご注意ください。そんな難しくないからいいんです。はい、ドア閉まります。信号65、大崎発車です。まあでもあとファイナルの山手線のダイヤもう2種類、残り2種類、10種類あるうちの8種類が違うので、山手線の運動年代も楽になりますけど、山手線一周がね、結構壁で結構大変で、久しぶりにプレステ2やったら、なんかプレステ4やってたんですよ。あの路線旅でね、レーザー停車でやってたので、プレステ2の電源、レンジ久しぶりだったの。なんか時間もない。難しいね、これ。また時間ないや、あと15秒。あと10秒。ボタンだ。定着。金星も取れない、早速。ご乗車ありがとうございます。ボタンだです。はい、ボタンだ。到着。2番線、渋谷、新宿方面行きです。はい。初代電車でゴーとは逆バージョン。電車でゴー64だったら、このコースで走れますけど。2番線、確か。ドアが閉まります。ご注意ください。東京から新宿でしたっけ？64番はね。微妙にね、プレステ版の電車デフォート、初代、電車デフォート64番。微妙に内容が違うっていう。で、京浜東北線か横浜から品川までなんか、グレー、全部グレーとか、グッドが1個まで。それで取り続けると、上野まで直通運転ができるっていうダイヤになります。定着。ファンタスティック。ご乗車ありがとうございます。目黒です。まあ京浜東北線ね、64番はそうなんですね。まあ横浜から上野までの直通運転ができる。でもね、トリキャス版の電車ではもうそのグッド、全部グッドまたは。全部グレートで1個、グッドが1個前だったら
OK で直通運転ができるとかそういう条件がないんですよね。リキャスマンのデジャデゴなの京浜東北線で、とじめ線、まあ、そこが若干違う。目黒隠しダイヤがないんだ。よくよくでやり込んでいくとだんだん遊べるダイヤが増えていくっていうあれなんですけど、ドリキャス版はもう最初から出てる隠しダイヤじゃないですか、隠しダイヤがない、もう最初から出てる。低速帯あるって言っても次は渋谷ですね。1番線ドアが閉まります、ご注意ください。とじめ線信号65恵比寿停泊、あ、1秒遅れたんだ。渋谷です。ご乗車ありがとうございます。次原宿。
原宿代々木新宿だっけ、原宿、ああ代々木、確か新宿まで、もう埼京線の200号系と山手線の200号系、なんて書いてるんだろう、エゴ、エゴハ、エゴパヨって書いてる、よくわかんない、閉じ目10、信号55、左上の緑の看板、マコムがありますね、マコムって書いてある、まあこれは消費者金融ご乗車ありがとうございます、想定してるんですかね、想定してるっていう、外回り方面、まあ消費者金融でしょうね、原宿、原宿です、折口は右側です、地下鉄千代田線はお乗り換え、携帯電話のご使用についてお願いいたします、優先席付近では電源をお切りください、それ以外の場所ではマナーモードに設定の上ですか、ね、通話はご遠慮ください、皆様のご協力をお願いいたします、信号9次は原宿です、90キロ出せる、珍しい、1秒遅れ、さっきも1秒、だんだん1秒ずつ遅れてくる、さっきも1秒かで、今も1秒、原宿です、ご乗車ありがとうございます、はい、原宿停車、次新宿、新宿からあれ近いんで、そんなに、あ、代々木か、代々木安ですで、代々木から新宿がそんな距離ない、代々木体育館、ドアが閉まります、ご注意ください、日本女子バレーね、代々木体育館、まあ男子バレーもやってるけど、閉じ目点信号65原宿停泊、バレーボールなんか女子の方が結構人気っていうか、男子はなんかあれだよね、見てる側としてはやっぱサーブで決まるところが多い、制限解除、女子ってなんかトスとか続くからね、面白いんだよね、男子はサーブですから、まあ、見てる側として女子の方が面白いんでしょう、信号75、うわ70か、中古スミラ、交際相手が加納舞子さんじゃないかってなんか記事に書かれてるけどね、あらららら、代々木停車、定着、失敗したよ、これ星ももらえないじゃん、加納舞子さん、まあ日本代表ですよね、有名な選手ですけどね、まあ一応星の形ついてた、
でもそんな写真一枚もないって、なんか証拠もないって、撮られたこともないって言ってたんでね、まあ週刊誌雑誌記者のなんかハッタリなのかよくわかんないですけど、本当なのかどうかもわかんない。でもなんか証拠もないんだよね、撮られてる写真もなんかないって言ってた。とじめ10信号75代々木停泊信号65。まあ大谷翔平選手と結婚って、まあ出ますよね。ありがとうございました。あれだけ実績も欲しいだもんね。アメリカでホームランキング3位、2位とか3位でしょ、すごい。でピッチャーとしても9勝してね、45本ぐらい打ったんでしょ、それぐらい打ってますね。さんでも30分ですよね、やって日本語対応って言われてた人で、46本で100打点でしたからね、松井秀喜さん30本であれですからね、打点100を超えてましたから、やっぱりまあ打席に立つ前にランナーがいるかどうかっていうのもまた変わってくるんでしょうね。さあ、ぴったり止まるか。新宿停車、定着。あ、そういうのもあるんですよね。打席に立つ時にランナーがいるかどうかとかね、そういうのも関係してきます。まあ、エンジェルス勝ってないからね、大谷翔平さんがいるともね。はい、という感じでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。Thank you.